イタドリ川電気株式会社は、明治末期から大正にかけて存在した、日本の電力会社である。中部電力パワーグリッド管内に、かつて存在した事業者の一つ。現在の岐阜県美濃市にあった、電力会社で、社名にあるイタドリ川に、水力発電所を建設して、同市と関市を中心に電気を供給した。加えて、周辺地域にも、複数の系列電力会社を持ち、 その供給区域は一部愛知県にもまたがった。1921年に参加の2社と共に愛知県の名古屋伝統に合併された。本項目では参加企業の一つで現在の愛知県犬山市にあったを北電機株式会社についても記述する。名古屋伝統が建設した長良川、発電所級建屋板取川電機の創業者は武藤助門という美濃町の実業家である。 武藤家は小倉山城地域より続く旧家で金物商を家業とする。武藤助衛門は家業の傍ら、1902年に奥能工業という会社を設立し、九条軍にて畑助鉱山の経営を始める。鉱山では吉田川に出力1 0 0ットの水力発電所を設置し、校内の照明や鉱石運搬作動の動力源に利用した。 鉱山経営の中で、武藤は、電気事業の重要性に着目し、事業視察のため各地を訪れるようになった。こうした中、名古屋市の電力会社名古屋電灯が、長良川の水利権を1907年に取得し、美濃町に近い須原村大技立花にて、長良川発電所を建設、1910年3月より、名古屋方面への送電を開始した。 名古屋伝統は発電所地元への供給を一切行わなかったことから、武藤は長良川発電所建設を機に地元への電気供給を目指してほとんど独力で電力会社を立ち上げることとなった。この結果設立されたのが板取川電機であり、1909年2月1日に事業許可を得て、同年7月25日に創立総会が開かれるに至った。 設立時の資本金は六万円。社長には、武藤スケーモンが自ら就任した。イタドリガー電機の発電所は、長良川支流のイタドリガから取水するもので、安その村、大阿座安毛に建設。イギリス製の水車と発電機を設置し、一九百十年十一月に、竣工した。低新章の資料によると開業は、同年十二月一日付で、当初の供給区域は、 美濃町と石町、吉田村であった。板取川電機の開業により、電灯の利用だけではなく、精米、精爆の用途で電動機が利用されるなど、電気の普及が進んだ。加えて1911年2月に、美濃電気起動によって、美濃町から岐阜市内へと至る電気鉄道が開通すると、同線への給電も、板取川電機が担った。開通当初、 同線への電力供給は1 0 0ットであった。長原川の対岸から撮影した井の面発電所井の面発電所の水路。分岐を右手に進むと発電所がある。分岐を直進した場所に旧第一発電所があった。1913年になって、板取川電機では第二発電所の建設に着手した。季節第一発電所にて、水路に土砂が堆積し、 発電所出力が減退するという問題が発生したためで水路の途中から分水して落差をさらに大きく取った発電所を下流側に建設することとなった同発電所は1914年1月に竣工。設備はドイツシーメンス製の水車及び発電機核1台で地形上建屋を置く空間がないためながら川沿いの崖を改作してその中に機械室を設けている 発電力は、第1、第2発電所を合わせて4 1 3ットとなった。この第2発電所を建設した1914年時点では、資本金は設立以来2度の増資があって30万円になっており、電灯数は6550頭動力用電力供給は150馬力であった。加えて、中納電気、ニ川、電気、 犬山伝統という三社の系列会社を持っていた。三社の内中の電気株式会社は、鴨郡太大田町の会社で、資本金は5万円。社長は、吉田村の吉田常三郎で、武藤助衛門も取締役に名を連ねる。同社は1913年1月10日に事業許可を得、同年2月5日に、会社設立、7月12日に開業した。 1916年8月1日、板取川電機は、この中納電機を合併し、大田町に大田出張所を置いた。板取川電機の資本金は、蒸気中納電機の合併で35万円となった。後、1917年の15万円増し、1919年の50万円増しを経て、最終的に100万円となっている。 1918年6月22日、美ノ電化株式会社が設立された。同社は、板取川電機と同じく、美ノ町にあり、資本金は100万円、社長は、武藤助衛門であった。同社によって、翌1919 19年10月に、出力1 2 3 5ットの白谷発電所が、運転を開始する。発電所は、板取川上流の板取村にあり、 ミノ町のカーバイド工場へと電力を供給した。また、板取川リガ電機でもミノ電化から電力供給を受けた。1920年4月1日、ミノ電化はミノ電化肥料を合併し、資本金を200万円増加するとともに社名を同盟に改めた。戦術の通り、板取川リガ電機は1914年の時点で後に合併する中納電機の他にも、カニガワ電機、 犬山伝統という系列会社を持っていた。この2社は1918年3月1日に新設合併により統合を北電気株式会社となった。前身の内蟹川電機は岐阜県蟹郡三宅町の会社で、板取川電機の支援により1912年3月20日に設立。社長は武藤助衛門で他の役員には 三宅町など地元の人物が名を連ねていた。資本金は設立時5万円、1913年の増資以降は10万円。低新省の資料によると開業は1913年4月1日付で、三宅町などカニ群の町村を供給区域とした。供給する電気は家庭の電灯のみならず、カニ群で盛んであった阿丹採掘時の排水作業にも用いられた。 発電所は上野号村大浅尾佐野の谷川、市立橋川に設置。上流に園庭を設置して貯水池を作っていたが、1915年8月10日、豪雨により貯水池が決壊して、下流の田畑が浸水し1名が死亡するという事故を起こした。復旧と保障により経営が悪化したため、板鳥川電機から経営支援を受け、1917年6月には本社を 美濃町に移した。一方犬山伝統は愛知県庭郡犬山町の会社で1912年1月15日に設立。資本金は5万円。社長は犬山町の林春太郎で取締役には武藤助右衛門も名を連ねる。 低新省の資料によると開業は1912年10月8日で、犬山町などを供給区域とし、自社発電所を持たず、名古屋電灯からの受電を電源としていた。当時名古屋電灯は、長良川発電所や八尾発電所といった大型発電所建設のため反応拡大しており、犬山電灯や市宮電機、稲沢電機などが、名古屋電灯からの受電を始めている。 カニ川、電気、犬山電灯の合併で新設された沖田電機は、本社を犬山町に構え、資本金は当初30万円であった。ついで沖田電機は1920年11月30日、株地川電機株式会社を合併し、資本金を70万円増の100万円とした。同社は、美濃町の会社で、 資本金35万円にて1919 19年8月10日に設立。岐阜県麦郡上朝尾村あざ本郷に飛騨川、支流下淵川を用いる下淵川発電所を建設し、1920年8月に竣工させていた。1920年代に入ると、名古屋伝統が周辺事業者の合併を積極化するようになり、1920年に、まず、 愛知県一宮市の一宮電機を合併し、翌1921年2月岐阜電機、4月には愛知県豊橋市の豊橋電機を合併した。そして1921年8月、名古屋電灯は、板取川電機、沖田電機、美濃電化肥料の3社の合併に踏み切った。合併は、名古屋電灯を存続会社とし、3社を合併に伴い、解散するというもので、 その合併条件は以下の通りであった。合併手続きは1921年3月25日、名古屋伝統株主総会における合併決議同年8月2日停戦賞による合併認可、8月21日名古屋伝統における合併報告総会という順で完了し、21日をもって非合併3社は解散した。 合併直後の1921年10月、名古屋電灯は奈良県の関西水力電機と合併し、翌1922年には九州の九州電灯鉄道などを合併して、中京、関西、九州にまたがる大電力会社東方電力となっている。名古屋電灯への合併直前にあたる1921年6月末時点において供給区域は 板取川電機が、美濃町、関町ほか29町村、沖田電機が、犬山町ほか24町村であった。また19、1919年末時点における、低新症の統計によると、電灯供給実績は、板取川電機が需要課9,085個、取付等数15,291等、沖田電機が需要課6,901個、 取り付け等数12,396等。電力供給実績は、板取川電気が4 3 4 6ット、沖田電気が1 7 6 9ットであった。なおみの電化肥料が経営していた美野町のカーバイド工場も名古屋電灯の兼業となった。その後1923年1月に電気工業所への経営委託となり、同社が 東方電力から土地建物一切を借用し美濃町工場として経営していたが、1939年8月に、伊比川電機が他の工場を含む電気工業所の事業一切を買収した。工場の閉鎖時期は不明。名古屋電灯への合併直前、1921年6月末時点における、板取川電機の電灯。 電力供給区域は以下に示す岐阜県下5条26村であった。同じく1921年6月末時点における、沖田電気の電灯、電力供給区域は以下に示す愛知、岐阜両県下5条20村であった。安毛発電所とも、名古屋電灯合併以降は抜けと発電所と称する。東方電力により1935年6月、廃止。東方電力、 中部配電を経て、中部電力が継承。現、中部電力位の面発電所。東方電力、中部配電を経て、中部電力が継承。現、中部電力白谷発電所。東方電力、中部配電を経て、中部電力が継承し、同社により1969年3月廃止。ありがとうございます。